か右のこれをね打ちながら左これを 見ようと思ってたんだけど、これが空いたなら これ打ちます。まあ、ビッグ5っていうのはちょっと怖いけどね、しょうがないでしょう。いや右打ってからか正解は分かんねえよこんなの。おスイカに光ったの初めてぐらいじゃない。スイカだからもう行くしかないね、上がるまで。ゴスルナとスイカで上がんないとかありえんの。あ、石だったらありえるか。B だったら 70% ぐらい天国だからね、スイカで当たれば。マジっすか。 A だったか。嫌がらずスイカで。いやーこれはもうちょっとゲームオーバーが見えてきたな本当。ノーマル。スイカ1本。さてどうですかね。うわー337かよ。でもチェリーの後だから大丈夫でしょ。さすがにこれ抜けてたら結構レア現象だよ。あーよかった。いやまだ安心できない。337拍子だからね。いやガクは負けてる。ガクはそうでもないんだけど、ビビたるもんというか今3万負けぐらいだと思うんだけど、トータルで。それをね取り返す手段がもうないんだよほとんど。まあそれも2日目からなかったんだけど、3日目までは結構引きで助けられた部分があったからね。4日目と今日はもうもろに設定位置が襲いかかってくるよ本当。さあチェリーで当たったのか、それとも天国が終わったのか、どっちなのか。よしまず1回目ノーマル。ドキドキで継続した。あ、337拍子で継続したってことはドキドキモードの可能性も結構ある。
となるとここではまず終わらない気がするんですけど、どうでしょうか。1は4分の1だしね。よし、お願いします。ラスト。うわー超気持ちいい。これはこれ気持ちいい。ちょっとマジで、あー危ねーマジで。いやー助かったマジで。あー、いやー実際13スルーの悪夢見てるからさ、危なかったよ本当。これ追加外した時はもう完全に終わったと思ったけどね。次は一桁で来ないと本格的にまずいよね。8ゲームハマるだけで確率の5倍だもんな。よしよし、よし、バケある、やめろ、上か、よし、タパね、回転合格で惜しい、立格、リッコン、リキューレン、73の7を9連続、やっと来たか。散々パケに苦しめられてきたからな。ということは、もしドキドキモードなあと2発、さすがにドキドキだろう。お久しぶりです、かなちゃん、お久しぶり。やっぱさ平塚だから海水着似合うね、かなちゃんね。似合うよ似合うよ。いやー自然と笑みがこぼれるよ。
さあ10発目周りに人がいないからね、こういう出たあーあーやったよあー長かった5日目でやっと見れたよあ周りに人がいなかったからなのかそれとも心の底からなのか4日目に聞かせてくれた心中とは裏腹に過酷な戦いの中で初めて喜びを爆発させる瞬間を見せてくれた人にされて嫌なことはしないっていうことがあるあとボーナス3回さあ曲が一周したよ陸上1回目あと2回すいませんお騒がせして本当すいませんよかった小田原城行かなくて、ま、ね小田原城行かなくてよかったですね小田原城行かなくてよかったですねさああと3発いや大丈夫これは大丈夫これは次ドキドキモード確定してるからこれが次来るとまずいけどびっくりしたよ焦ったあと2発1ゲームで何回だよすげえなこれで1ゲーム連5回目こっからは特殊点滅あるか結構重要ノーマル。ああ、終わった。これはダメ。これはダメなんだよ。まあ頑張った方かな。保証モードで、ゼロゲーム天井だから1ゲームオリンピックが選ばれると絶対にカナちゃんが最後に転倒するんだよね。
まあ、普通の1ゲーム目に、あ、普通にその天国以上ドキドキとかで天国以上の場合に1ゲーム目ビッグが当たった場合も可能性はあるんだけど、さっきあったじゃん、さっきあったんだけど、さっきのはもう演出上次はもうドキドキ上で確定してたから安心だったんだけど、ここはもう落ちること全然あるから、まあでも13連子役が2回ぐらいだっけ、1ゲーム連が、まあ13連すれば全然もう、しかもビッグオンリーだからね、頑張ったよ、多分落ちてる、もうかなちゃん光りたがりなんだから、もう俺も長いオキドキ人生で1ゲーム連6連続というのは多分ないの、まあほとんど落ちてると思うので生温かく見守りましょう。さあ次でラスト、やっぱ落ちてましたね。よしやめよう、3000枚頑張った、ラストオキドキ3009枚、いやーよかった、いやーほんとよかった、枚数以上にやばいところから出たからよかったわ、ほんと